昨日、佐賀県唐津市の養豚場で確認された豚熱。佐賀県が豚の殺処分を始めました。豚熱はウイルスが豚やイノシシに伝染し高い致死率を持つのが特徴で、人に感染することはありません。1992年に熊本で確認されたのを最後に途絶えていましたが、2018年に岐阜県で確認されて以来感染が広がっています。今日、畜産団体などを集め、野生動物の侵入を防ぐ防護柵の設置などの対策を徹底するよう求めた熊本県。予防ワクチンの接種に向けた準備も進めています。県内には豚を飼育している農場が183ありますが、昨日の時点では異常は確認されていないということです。県は消費者に対し、豚熱に感染した豚肉を食べても人体に影響はない、市場に出回ることもないので安心して豚肉を食べてほしいと呼びかけています。